近田霊王は兵庫県三田市出身の元プロ野球選手、野球指導者。福岡ソフトバンクホークス在籍中の2009年から2011年までは名前の霊王を登録名に使用していた。ソフトバンク対談後の2012年12月に西日本旅客鉄道へ入社。2013年から2015年まで社内の公式野球部で現役生活を続けていた。 引退後は、現業系の職員として同社に勤務する傍ら、2017年から、京都大学公式野球部のコーチを務めていた。2020年9月1日付で、JR 西日本からの出向扱いで、京都大学公式野球部の助監督に就任。三田市立筒寺が丘小学校を経て、法徳学園中学校、高等学校に進学した。中学生時代には、 シニアリーグの三田シニアに所属。ストレートで最速時速1 3 8トルを計測したほか、日本代表チームの一員として出場した、リトルシニア世界大会では、通算投球イニング24回で47、脱三振を記録した。和歌山シニアの宮本武文とともに、関西ナンバーワンサウスポーと呼ばれたため、3年時には40校以上の、 高校から入学を勧められたが、結局は、報徳学園の内部進学を選んだ。高校生時代には、AS の座をつかんだ一年秋の近畿大会で、当時、高校球界ナンバーワンの強打者と目されていた、大阪桐蔭高等学校の中田翔から三振を奪った。報徳学園と同じく、兵庫県西宮市に所在する、阪神甲子園球場での全国大会には、 2年春の第79回選抜高等学校野球大会から3大会に出場。2年次には夏の第89回全国高等学校野球選手権大会1回戦の試合中に熱中症を発症するなど本領を発揮しきれないまま春夏とも初戦敗退を喫した。同大会の終了後も熱中症の後遺症や足の故障で震わず、 一時は、イップスでボールを握れなくなっていた。後に復調すると、3年夏の全国高等学校野球選手権兵庫大会では、ノーシードからの優勝によって2年連続で選手権本大会に出場。本大会では、1回戦からの3試合連続関東で、チームを勝利に導いていたが、大阪桐蔭高校との準々決勝で8回途中までに、7失点を喫して敗れた。 2008年の NPB ドラフト会議で、投手として福岡ソフトバンクホークスから3巡目で、指名。契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は28、登録名は、レオユニフォームのセネーム表記は、レオ。2009年には、ウエスタンリーグ公式戦8試合に登板。0勝2敗。 防御率5.60という成績でシーズンを終えた。2010年にはウエスタンリーグ公式戦15試合に登板。2勝4敗、防御率5.92を記録したが、シーズン終了後には、球団からオーストラリアンベースボールリーグのブリスベン・バンディッツに派遣された。2011年にはウエスタンリーグ公式戦6試合に登板。点で勝敗はつかなかったものの、 シーズン終了後に背番号を49に変更した。2012年には春季キャンプの直前から登録名をフルネームの近田レオに変更。ウエスタンリーグ公式戦には投手として5試合に登板すると1勝0敗、防御率1.29という成績を残していた。シーズン途中の8月9日に外野手へ転向。チームの打撃、走塁。 守備練習に参加したものの、野手として公式戦へ出場するまでには至らなかった。さらに、投手としても入団以来一軍公式戦のマウンドに立つ機会のないまま、10月7日付で球団から戦力外通告を受けた。本人が引退後に10回したところによれば、シーズン中の野手転校は自身の希望によるもので、セカンドキャリアとして指導者を目指すための勉強の、 一貫であったという。2012年頃からセカンドキャリアを視野に入れていたものの戦力外通告を受けたショックは大きく、通告の直後には実家で1ヶ月ほど野球と無縁の生活を送っていた。しかし、当主として現役生活を終えられた方が納得できるだろうというアドバイスを地元の関係者から受けたことがきっかけで、同年11月9日の12球団。 合同トライアウトに投手として参加。実際には NPB いた球団から獲得のオファーを受けられなかったため高校野球の指導者になることを目標に通信制大学で教員免許を取得することを検討していた。結局2012年12月に JR 西日本へ入社。 同社の管内で発生した JR 福知山線脱線事故の影響で2005年7月から社会人野球での活動を休止していた公式野球部が翌2013年4月から活動を再開することに伴って同部の投資として現役生活を続けることを決めた。入部に際しては再開を機に監督へ就任した今田徹や 総監督の後藤敏彦から強く誘われていたという。ちなみに、公式野球部の活動拠点が広島支社の管内にあることから、入社当初は同支社の所管を駅に配属されていた。2013年の公式野球部活動再開を機に選手会長へ就任。2014年には、総部80年目にして、第85回都市対抗野球大会への 初出場を果たすとともに、自身も本大会に休園で登板した。在籍中も入部から2年以内に、NPB へ復帰することを目指していたが、復帰できるだけの力はないと悟ったことから、2015年、限りで現役を引退するとともに退部した。その一方で、2014年のシーズン終了後に、学生野球資格回復研修を受講。 翌2015年1月30日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正を認定されたことに伴って、同協会に加盟する高校、大学の野球部で指導できるようになった。2015年12月から JR 西日本の社業に専念、近畿統括本部の所管駅での勤務を経て、明石社掌区で社掌を務めていた。その一方で、 2017年1月からは、上記の作業と並行しながら、京都大学公式野球部を指導。NPB でのプレー経験や指導に必要な学生野球資格を持つことを背景に、職場の上司で、同部 OB の長谷川克博から指導を要請されたことによるもので、当初は臨時コーチとして、週に1日のペースでバッテリーを指導していた。 2018年4月からコーチへ正式に就任したことを機に、社業を続けながらも練習へ参加するペースを週2日に変更。これを機に練習メニューの作成や打者の指導にも携わるようになった。2019年の関西学生野球連盟周期リーグでは、春季リーグを含めて、同部を連盟発足後最高の順位にまで導いている。ちなみに、 京都大学公式野球部では2020年8月31日までボランティアの立場で指導していた。しかし、指導の姿勢や前述の実績を高く評価した上で JR 西日本に近田の出向を要請。JR 西日本もコーチとしての活動を企業理念に合致した地域貢献活動として認めたため、同社からの出向扱いで翌9月1日付で、 京都大学公式野球部の助監督へ就任することが決まった。JR 西日本によれば、業務と直接の関係がない業種、分野の団体に社員を出向させること自体が異例で、近田の出向には期限を設けていないという。霊王という名前は、本名で他人の上に立てる子になってほしいという両親の願いから、百獣の王として名高いライオンにちなんで付けられた。 ソフトバンクへの入団交渉では本人がこの名前を登録名に用いることを担当スカウトの長山、マサルに直訴した結果入団から3年間にわたって NPB に登録された。投手としては最速時速1 4 7キロメートルのストレートが武器で試合を組み立てる能力も高く評価されていた。ソフトバンクへの入団が決まった際には 日本人投手による NPB 公式戦での最速記録を更新することを目標に挙げていた。もっとも本人によれば高校生時代に見舞われたイップスの感覚はソフトバンクへの入団後も残っていたという。現に学生時代からオーバースローだった投球フォームを JR 西日本の公式野球部時代にサイドスローへ変更。ドームでの引退直後に 病院で診察を受けたところ、右膝半月板の損傷や、左肩関節唇の剥落が判明した。前述したように、引退後は、京都大学公式野球部で投手を指導しているが、左手首のスナップを効かせないと、ボールを投げられないとのことである。レ王に関するカテゴリー、ありがとうございます。